じゃあ、オウムアムアいきましょうか。はい。オウムアムアは地球外知的生命体の人工天体だ。オウムアムア。はいですよ。オウムアムアです、ね。オウムアムア。え、発音はそんな感じでいいんですか。オウムアムア。オウムアムアっていうのはなんか変。ははは。オウムアムア。オウムアムア。っていうか、これはハワイ語なんだよね。ハワイ語なんで、ハワイの言葉って結構、ポンポンとかさ。あははは、繰り返しの。ハワイの、ハワイイとか。はいはいはい。から、ポリネシアの言葉ってこういうふうに、ポンをね、重ねるんですよ。日本語もそうでしょ、バイバイとかさ。ははは。ああいうのは、実はね、太平洋中国の発見、陸上なんだ。まあ、オウムアムアっていうのは、はい、太陽系外天体。はいはい、太陽系の外から飛んできたっていう、うん。まあ最初は水星だと思われてたんだけど、うん、実はその、小惑星だった。で、形がなんか変だ、うん。こんなね、鉛筆のように長い。はい。で、いわゆるその、もう太陽近傍の近日点を通過した後に、ヒュッと。加速したっていうんだよね。で、あっという間に遠ざかっていった。なので、これ一体何だ、あんまそういう天体は来ないもんなんですか、太陽系。初めて。観測史上初めてですね。太陽系外天体っていうもの自体から、さらにこういう風な形をしてるのも、初めて。ハレ彗星とかなんとか彗星は全部太陽系ないのないです。なるほど。全然近い。全然違うところからやっていた天体が地球に接近することがもう観測史上初。で、しかも加速、加速した。うん、で、もう異例づくめ。はいはい、異例づくめなので、これひょっとしたら、うん、ね、形も変だから、うん、浜木型UFOじゃねえとかね。まあ、なるほど、なるほど。宇宙船じゃないの、うん、っていうふうにも、こう、言われて。まあ、噂されたというかね。まあ、来た時にね、すでにそういう話になってましたよね。まあ、特にあの UFO 研究家の間では、うん、本当にこう宇宙船じゃないの、もしくは宇宙人が観測用に飛ばしたもの。うん、まあ、地球人だってね、パイオニアとかのボイジャー。ね、探査機を飛ばしてる、はいはいはい。それに準ずるものなんじゃないの、うん、ことなんですか。自然のものではないという。ただ今回ですね、うん、なぜ、改めて本を記事にしたかというと、うん、ここにあります。はい。アビー・ローブ博士。おお。アビーっていうね、まあ、名前からわかるように。ユダヤ系の方だ。嬉しそうだな。はい。ね、これ、この方も、いわゆるアメリカの天文学界の超重鎮。重鎮ですね。まあトップですね、事実上ね。そのトップのこの博士が、このオウムアムアに関して、これは地球外知的生命体が作った観測機である。断言。本当に？これまで異例づくめで、異例なことをいくら言ってても説明にはなっておらんと。はいはい。科学者としていかがなものか、その態度が。合理的に、オッカムのカミソリってあるように、一番シンプルな考え方。うん、そう。宇宙人の作った探査機だと考えれば、何も不思議もない。加速するのも不思議はないし、形も不思議はない。で、その博士もね、ずっとこの、まあまあ、分析してって、形がね、どうもね、こう、こういう棒状じゃなくて、なんかね、こんなね、円盤に近い。え？円盤に近い。なんなの、その感覚。みたいね。まさにこう、そろそろ円盤っぽいんだけども、なんかクッキーみたいな、せんべいみたいな形を実際はしてるというふうに、博士は述べてる。最新のね、そういう形をしているとなると、何かしらのその、うん、いわゆる、推進力の可能性。はいはいはい。例えばの、今、ソーラセイラーっていう、まあ、いろんな計画があるんだけども、うん、こういうね。ああ、なんかこう、光の方向に、穂というか膜、穂を張ってる。まあ、タコみたいな形かな、いわゆるそういうふうな、セイルですね。うんうんうん、をまあ、太陽から発せられる宇宙船だとか、うん、太陽風に当てれば、それは推進力になっていく。そんなんで飛べるんだ。だとすると、ただ単に、その、ね、近日点をこう、ヒュッと行くだけじゃなくて、うん
でプラス太陽風のその圧力を推進力に変えて、それが加速したように見えたんじゃないのかというふうに博士はおっしゃった。でちょうどねアメリカの方であの博士のこの本が出たところがね、オウムワンマは地球が知的生命体の宇宙船だっていう。で今回はですねあのレポートしてくれたのが、はい、エリック・ローザ、はいはい、女性の方でね、うん、これ博士に、Zoom であら、実際にお話をして取材してコメントをいただいて記事にしてるんです。じゃあ伝聞とか発表の情報ではなく本人の生の声が記事に書かれている。ちゃんと取材してます。素晴らしいですね。取材した上で記事になっているので、その博士の生の感想というか、ね、こう声が載っております。まさに断言なんですね。断言ですね、うん、でただねいろいろね、批判というか、うん、重鎮であっても、まあ、重鎮だからこそっていうのもあるかな。結構いろんなその天文学者の人から、まあ、そこまで言っていいのみたいなね。そう確かに。それヌーじゃねえんだからみたいなね。ヌー側のね人がその UFO だっていうのはともかくとしてね、天文学の重鎮が言っちゃっていいものかどうかという。まあ安江先生も宇宙人って言ってるかもしれない。そうだんだんもうね時代はね読めるようになってきたなっていう。これもねぜひご覧になっていただければ、はい、非常にこういい記事になっております。じゃあもう一本、はい、はい、これはこれちょっとカラーページの、これね、はい、これいいですね、うん、個人的にはおすすめ、はい、スロブネ事件、はい、ね、もうムーの読者の方はもうご存知の、そうですね、うん、ね、河原版で、ね、江戸時代の、うん、そこに UFO らしき絵が描かれていて、その UFO らしき乗り物の中には女性がいて箱を持っている、うんうん、その内部には何か不可解な文字が書かれていた、うん、ってんで、まあこれがあいわゆる UFO じゃない、女性は宇宙人じゃないか、うん、でまあこれはお釜のような形してるんで、まさにこれ UFO、うん、空飛べんばんだ、うん、でまあこれが、太平洋、そうですね、茨城県の海岸にですね漂着したっていう話なんですが、うん、まあいくつか鳥沢和金含めてですね、うん、何かの方がこれをこう河原版をね、まあ照射してるのかな、うん、写したものがたくさんあって、でその写した時に結構ねやっぱりね誤字脱字というかね、あと絵もね多少こう何だろう、伝言語のように変わっていくんですけどもその中で新たな資料ですね、はい、偶然にも国会図書館の中で見つかった、はい、これは面白いですね。なんか国会図書館の資料を調べるマニアの人ですね、この数野さん、ね、この方ね、うん、あの全然違う企画で持ち込んだのなんかこっちの方にピックアップしてスピンアウトしてしまいましたみたいなね船のようなものと女の人っていう組み合わせはずっと変わらずに、これの描写がいくつかバリエーションがあると。そうですね。で今回ね面白いのはね、あの主字いわゆる赤字でですね、うん、いろいろこう書き込みがあるんですよね、うん、その原文としてこれが書かれていて、その書いた人がいわゆる筆者注釈みたいな形で書いたのか、うん、鶴瓶船に関してもですね2つこう絵がこう事実上書かれてるんですね。でここにもなんか文字っぽいのを書いてあるんですよ、うん、新しい。でこの女の人もいくつかバリエーションある中で、なんかあのここまで なんというかこうなんかね、あのハイジとかに出てくるメイド長みたいなこう姿をしているのは確かになかったというこのね、ほっかぶりみたいなのをね、うん、してるっていうのはこれ初めてじゃないかな。そうですね、大体こう言ってってるんだよね、はい、こう似てるみたいな、うん、これがどれぐらいオリジナルに近いのかってことですもんね、この今後の気になるところとして、ね、この文字の形もね、こうバージョンによって微妙に、ね、うん、その方のところのここがちょっと上に上がってるかもしれないし、いろいろあるので、これ非常に興味深いなと。でやっぱりこう書かれてる内容から、昨今ね、実際のこう事件現場のね、鹿島のこうシャリハマだ、鹿島のシャリハマだっていう、まあ、やはりそれを裏付けるような、うん、書き方になってるので、これは面白いなと、うん、ですから、うつろ舟ファンというかね方々は、ぜひ今回の押さえておかないとという行くんでしょうね、うつろ舟には国会図書館に、ね、このこれを読んでないと、これを押さえてないとねちょっとね、うん、知らないんだこのっていうね。
うつろ船自体は有名だけど、ちょっとこの絵は知ってるっていうところが、まあ、ここから先のマニアの見せどころでございます。まあ、国会図書館にね、所蔵されてますからね。探してみてください。はい。はい、あとね、付録、まあ、閉じ込みですけど、ね、ね、実用で、サトリーノ、アメリカで今流行っているマインドフルネス系のね、うん、いわゆるこう、ブッダのサトリーノはどういう状態なのかっていうね、そのこう非常にこう最新情報、医学的なところも含めて紹介しております。で、あと2色ですね。2色は、セオリツ姫、ね、はい、スピリチュアル界の、ね、これ人気ですね。アイドルですね。もうセオリツ姫48みたいな感じで。で、特別企画はダークマター。ダークマターが実は恐竜絶滅に関わってるんじゃないの。その宇宙空間で未だに謎とされるその謎の物質、うん、ダークマターが、どうもこう、周期的にこの太陽系のなんかこうね、まあ言ってみればその刺激を与えて、うん、そこから例えばオールドの運からその彗星とかね、隕石が飛んできて、それがまあ地球に当たってこう大激変というか絶滅を引き起こすという話なんですけど、まあその辺のところ宇宙論と恐竜絶滅の話、絶滅周期説ってあるんですけど、その辺のところを紹介しておりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。